はい、アベリエさん、こんばんは。今日もね、海老名市からメッセージを送っていただいてありがとうございます。動画の方を拝見しました。すごいでしょ、やっぱり N 国党に寄り添っていく、もっといい言い方したらね、乗っていく。そうするとチャンネル登録者数増えますし、再生数上がりますし、何よりね、楽しい。そしてアベリエさんは今ね、主婦チューバーというよりもなんかね、取材してる感覚じゃないですか。パーソナルジャーナリストって言うんですよ。個人がジャーナリストをして、いろんなところに取材を行って、自分たちと一緒に楽しみながら生の意見を聞いてくると。これはね、すごく貴重なのは、主婦の目線ではどういう風に映ってるのかってことを、アベリエさんがやってるってこと。アベリエさんしかできないんですよ、これは。専門家ではできない意見なんですよ。忖度してみたりとかね、自分の流派に乗ってみたりとか、こういうのではなくて、完全にどこともね、忖度しなくていい、どことも圧力を受けてない、はい、主婦ですみたいな方が素直な発信をしてくれることが今の世界には必要なんですよね。これを常々言っている私の、ね、少数決っていう考え方です。そうなんですよ、少ない声がものすごく重要な局面っていうのは折に触れてあるわけなんですよ。まあ、今がそれなんではないかなと思うんですよね。もういろんなね、動画を速稼塾の中でも上げてくださってる方結構いますよね。でもアベリーさんどうですかね。はっきり言ってアベリーさん、すごく運もありますし、行動力もありますし、笑顔も素敵だしね、サムネイルもすごくセンスあります。いろんな要素が整って、今こういう風になってると思うんですよね。いや、本当に素晴らしいなと思います。もうね、皆さんにも参考にしてほしいと思いますし、お互いに学び合えるところがね、あるんだなという風に感じていただければ幸いでございます。そしてね、なんか花屋龍馬さんっていう、これはね、速稼塾塾生さんじゃないんですけども、金髪のね、いつもこういい発信してくださってる彼なんですけども、速稼塾塾生さんに物申すということでね、皆さんへエールを今回動画でいただいておりますので、そちらの方もご覧いただければと思います。動画説明欄の方にアベリエさんの今回の海老名市長選、ついに始まった出陣演説 in 海老名駅西口っていうやつと、あとは花屋龍馬さんの速稼塾塾生さん物申すっていうね、2つの動画をつけておきますので、ご覧いただければ幸いです。それではアベリエさん、またご覧ください。